星野リゾート入表島ホテルは沖縄県八重山郡竹富町の入表島西部にあるリゾートホテルである。2004年4月1日に入表サンクチュアリーリゾートにらかないとして開業。入表島の北西部を流れる占い川の右岸川口にあるとゥまりの浜沿いに一致する。この浜はホテルが管理するプライベートビーチではないものの ホテルから直接行くことが可能である。ただし、ホテルの一部は開発前から保安林に指定されており、トゥズマリの浜の手前には防風林があるため、海が望めるのは一部の客室のみである。2016年に楽天トラベルが宿泊実績をもとに発表した女一人旅、男一人旅に人気の宿ランキングでは女一人旅の2位。 男一人旅の4位に選定されている。ホテルの旧称の、ニラカナイは、琉球語において、理想郷を意味する、ニライカナイをモチーフにした造語である。日本生態学会、日本魚類学会、沖縄生物学会、WWF ジャパンなどからは、本ホテルの開発の環境への影響を危惧し、建設工事開始後に、工事を中断し環境影響評価を実施することや、 計画の再検討を求める要望書が提出された。しかし、工事が中断されることなく、環境影響評価も行われないまま、ホテルは開業に至った。ホテル開業前の2003年7月には、西表島の住民や、島外の支援者ら563人が、本ホテルの開発の差し止めを求めて、那覇地裁に提訴。翌2004年7月に、 ホテルが開業したため、請求を建物の撤去を呼び営業の停止に変更した。しかし、那覇地裁は、破壊などの程度が社会生活上受任すべき限度を超えているとは言えないとして、2006年3月28日にこれを帰却。ただし、原告団の多数を占めた当該の支援者に対しても、原告的格が認められた。その後、原告側は控訴したが、 福岡高等裁判所の橋部での控訴審においても2007年1月25日に一審に引き続いて住民側敗訴の判決が下された。さらに最高裁への上告も2007年9月に棄却されている。NPO などからはホテルの建設後に固有種であるトゥドゥマリハマグリが大幅に減少したことやトゥドゥマリハマに青海亀が産卵に来なくなったなどの被害も 報告されている。一方で、ホテルも、海メへの影響を抑えるために、夜間は海側に遮蔽カーテンをするとともに、レストランの照明を落としたり、汚水やゴミについても高度な処理をするなどの対策を講じており、これを最大限の努力と評するメディアもある。石垣島の石垣港離島ターミナルから、旅客船で、西表島の上原港まで、約40から45分。 上原港から送迎バスで約10分、または入表島交通で星野リゾート入表島ホテル停留所下車。ありがとうございます。